った信州です。いいですね。ここ決めると相当勢いに乗るがアバリエンツ、アバリエンツス、ここで打つ、決めた、ここで打つ、いいですね、この位置強いです。トムソンから預けて狙ってきます。決めてきました。アブリエントス。います。アブリエントス。さあ、ショットクロック4秒3秒から。おお、なんとか決めました。トムソン。ハンガーミットのマッチアップからステップバックでのスリーポイント。これリバウンドですね、新州。はい、ここにいます。ああ、そしてこう落ち着いて決めてきました。あーっと、ヒット。そして回して。これは決めてきました。決めきりました。行きます。ナンバーシャルからアブリエントス3ポイント連続でした。決めました。チーム石川がインサイドから決めてきました。強みを生かす、そこに人が寄ってアウトサイドで位置から、おお、決めてきた。サードチャンスです。アバリエントスはどうか、決めます。コーナーのアバリエントス、ね、来るか、来ました。アバリエントスのスリーポイント、おお、ここまで来ましたね。いいですね。アバリエントスがボールを運んできた。狙っていいと思いますよ。いいですね。揺さぶってロンジェイもらって、入れます、ね、3連続できました。来てます。アバリエントス3来ます。今度こそ来た。ジェソンが当たる、スカウトしてアバリエントスの3、この試合も決まってます。サイモン、アバリエントスが空いています。3ポイント来た。3ポイントも昨日5分の2 40% のアバリエントス、切り込んでいきました、はい、沈めました。アバリエントスどこで決める。3秒、うまく決めていきましたね。アバリエントスの3、来ました。リードを富山が取っているというこの第3クォーターです。アバリエントスの3、なんとか避けて、デビッド・サイモン、そして3が来た。アバリエントス、スリーポイント、やり返した。打ちます。来た。驚異的1ポイント。上田のディフェンスを受けながら、これが決まった。アバリエントス打ってきます。スリーポイント、ようやく今日6番のクローズアウト。それでも打ってきた、上から来た。小さい選手に疲れるという状況が今日多く見られるかもしれません。外から決めてきました。残り5秒、ディープスリー、アバリエントス、スミゲーム、アバリエントス外スリー、アバリエントスのスリーポイント、来ました。アバリエントス2本目来るか、スリーを放っていった。アバリエントス完全に空いているワイドオープン、沈めてきました。4本目ですね。アバリエントス、いいですね、切り込む、完全に空きました。としてもこれが歴代3番目の入場者数です。という中でアバリエントス、サイモン、アバリエントス、切り込んだ、道ができました。その中でどう攻めていくか、アバリエントスが3を打ちきました。ディフェンスを変えてきます、三河です。切り込んでポイントきませんが、リバウンド、アバリエントスがバンクショットを決めていく。2ポイント、リングに嫌われますが、アバリエントスがいました。ふわっと浮かせてシュートを決め、キックの形あって、外、アバリエントスの3ポイント、沈めます。スリーポイントを打ってくる、これも沈めです。さあ、バリエントス、下がりながらのジャンプショット、自ら決めて1ポイントもある、何でもできるオールラウンダー、エリエット・ロンリー、リバースで、ここ一つ頑張りたいですね、はい、さあ、バリエントス素早いスリーポイント沈めました。入れさせない小野寺のディフェンスです。おわ、しかしここはアバリエントスに入りました。いや、外れましたが、アバリエントスが拾った、そして決めました。決めましたね。サイモンからややパスが乱れたが、アバリエントスの3来ました。アバリエントスかわしてきた、なかなか来ません。アバリエントス拾って決めていきます。すぐ行く、アバリエントスの3ヒットしました。中、サイモンパスアウト、そしてエクストラパスからの3ポイント、いいですね、いい形です。趣味なところ、さあ、アバリエントス、いや、中を見て、ジャンパー、決めていきました。リオン・トンプソン、そしてアバリエントス、右のウィングからの3、そしてドンビーです。アバリエントスの3来ました、よくやりましたね。入ってきています。このもらってからすぐのショット、キャッチャーのショットの3来ました。アバリエントスが周りを見ながら自分で行った、
仕留めてきた。そしてボンズを避けてパークに投入です。速いタッチできた。スリーポイント。の話。最後はピックアンドロールでも仕事をしていました。アウトサイドのシュートアバリエントスに取られてるんですよね。これがね、今選手苦しいですね。ここ打開していこう。コバリはスリップダウン。アバリエントス空いていたところロングスリー。今日はこの展開が多くなっています。アバリエントス。このスリーがついていく。うまいですね、アバリエントスかわして2ポイントです。すなわち相手のフリースローにつながります。アバリエントスで買い取った選手がいるので、はい、まあうまいですね。という中でアバリエントスの3きました、ね、揃えました。アバリエントスの3で一進無く、守りにくいと思いますね。あれだけスムーズに行かれたらアバリエントス自分で行くか。非常にアバリエントス入ってきた。自分で行く。うまいですね。はい。変わって入った4番の児玉。アバリエントス距離があるスリーポイント。おお、来ました。切る。アバリエントスもらった。打ちます。ワイドオープン。なりました。スリー。ショットクロック10秒切ります。もう一度行きます。アバリエントスのスリー。来ましたね、続けて。もう一度スリー。来ましたね、おっと来た。スリー。ね、アバリエントス、おっとやり返した。スリーファイトバシオテロスレッチ抜いていった。バックショットで決める。アスレティックなプレーを見せ、自分で行くのか。ジェイルを使ってからバンクショット。攻撃に行かず少し落ち着かせます。アバリエントス来ました。でもシェーファー選手が入ることで、おっと、外から射抜きました。抜きゾーンみたいな形で守ってきますね。狭いところ入っていきました。おーエンドワン。ゾンビにはオーガスト、はい、落ち着いてますね。アバリエントスです。いや素晴らしい。中に入っていきました。キックアウト、ワイドオープンでアバリエントスのスリーポイントです。いやーナイスクリーン。ここも狭いところを入り込んでいきました。アバリエントス最初の得点です。いいですね。スリー、三井は落ちます。おっとオフェンスリバウンド、ダブルクラッチでアバリエントス、はい、オフェンスリバウンド。アンガスブラント頑張ります。もう打った、連続で打ってきた、はい、アバリエントスのスリーポイントです。入ってきた。フェイク入れて下がり気味にシュートを、アバリエントスもらった。フェイクを入れながら中に入ってきます。マックからアバリエントスバンクショット決めていきました。星野が下がってアバリエントスの3来ました。信州が取ったタイムアウト明け、アバリエントス来ました。3つ目です。アバリエントスの3は来た。トンプソンへここミスマッチをつきますが、コーナーアバリエントス3は来ました。いいですね。ショットクロック中狙います。なんとか打った。おお、これが決まった。来るか、アバリエントスのスリーポイント。いい、ね、しかしそして相馬が今傷んでる状況ですが、アバリエントス打ってきた。5本目、はい、もう一度来るか。いいですよ。6本目だ。スクリーンを使います。ビッグマン同士、アバリエントス積極的に打ってきます、うん、ようやく今日最初。アバリエントスは上がりを待つか、自ら打っていきました。スリー、いいですね。アバリエントスが打ってくる。おー、3本目スリーを決めたドンビ。そしてアバリエントスのスリーポイント来ましたね。繋いでいます。アバリエントスのスリーが来た。リフレクションがありましたが、アバリエントス来るか。来ましたね。3本目、この第3クォーター中盤鈴木が輝いています。そしてこれ倒れながら決めた。欲しいなというふうに思います。さあアバリエントス行きましたね。お、開いていた。いいですね。ストレッチが入って、このミスマッチをやはりゾーンに対しても使ってきています。そして来ました、スリーポイント。これ狙ってもピックに行きます。スリーポイント、いいですね。苦しい中に出ています。アバリエントスかわしてくる。アンガスプラントのまた来ました、ね、2本前に出てきました。ブラントからもう1回アバリエントス、あーバニー、おーエンドワン、セカンドチャンス。アバリエントスのフローター沈めた。うまいですね。取りましたね。あー取った。あーアバリエントスここで沈めて飛ばしてアバリエントスのスリー来ました。かなり距離はありますが打っていきます。かなり高かったね。沈めてきます。マーシャルからアバリエントス、アバリエントス体勢崩しましたが決めてきました。ボールコントロール、それから来ましたね。来ました、あっという間に来ました。いいですね。マーシャル呼ぶ。そしてそのスクリーン利用したスリーポイントを決めてきた。マット匠です。
さあアバリエントスのスリーが来ましたよ。アバリエントスそのまま行く。いいですね。コンビからアバリエントス。ロングツー沈めた。時間を使います。アバリエントスのディープスリーも来ました。アバリエントスミドルジャンパー。